目を閉じて何も見えず当たり見えないけど次の歌は、Take her out of here 妹をよろしくという歌です。妹に去り気が多くて今日も明日も相手が違うあの子にはそれが当たり前で人の心配気にしたりしない田舎者に変人仕立て屋に職人水兵に兵士医者に弁護士金持ちに貧乏アホに利口誰でもいいから優しい人ならサリバに立って良くないけれど16の年に嫁に行って18の時子供が2人29じゃ誰でも声かけてくれ田舎者に返事仕立て屋に職人水平に兵士医者に弁護士金持ちに貧乏アホに利口誰でもいいから優しい人なら小言やチートと遠距離をして亭主が外で遊びほうけても彼女は家を守り続ける良妻賢母になれるはずだから水平に変身医者に弁護士金持ちに貧乏アホに利口誰でもいいから優しい人なら Don't let Diane go away But take her out of pity あの60年代のフォークブームって言いますかねママママママキちゃんうるさいえー1歳半になりましたね私の娘なんですけどね、はい、今ここでビデオカメラ構えてるのがあれ私の世界でお兄ちゃんお兄ちゃんに懐きません話を戻しますけど60年代のフォークよく来たね本当に今日までいわゆるその社会悪に抗議するというか、ソーシャルプロセスの、まあ、反戦歌というジャンルもあるんですけど、ジョン・バイルとかね、ボブ・ディランなんか活躍しましたけれども、それから歌う歌は、2.618、悲しき停車場という歌なんですが、62年の作なんてね、ベトナム戦争よりもちょっと前なんですけど、見事にね、ベトナム戦争で、問題があった帰還兵っていう言葉をね、歌ってる、まあ戦場っていうのも地獄でしょうけどね、帰ってきた兵隊たちにとってもね、世の中も地獄なんじゃねえか、まあ、そんなような歌でございます。